ついに日本はパワーランキングでトップに立ったアメリカ CBS スポーツのサンドラ・ヘレラ記者は海外では今回の大会報道で女性記者が主力であるノックアウトステージに入るにあたってグループステージの戦いぶりからランキングをつけた1日本2イングランド3スウェーデン4アメリカベスト16敗退ボーランダ6スペイン7ナイジェリアベスト16敗退 8フランス、なでしこジャパン、堂々の1位である、アメリカはスウェーデンに敗れ、ナイジェリアはイングランドに負け。代わりにランキング9位のコロンビアと14位のオーストラリアがベスト8に進出。ヘレラ記者は日本をこう分析する。グループステージにおけるベストチーム、試合全体を支配し、誰もが決定的な仕事ができる。英語では本命のことを、チームトゥビート、 倒すべき相手と表現することが多いが、まさに日本がチームトゥビートとなったのである。大会前は、ランキング10位以下という評価が多かった日本だが、グループステージでの戦い、そしてベスト16でのノルウェー戦でさらに評価を高めている。なぜノルウェーの、日本対策は失敗したここで、私が推している、ジアスレティック、のマイケル・コックス記者に登場してもらおう。 彼はシステム分析に優れ、現行でも写真を使ってフォーメーションの説明をしてくれる。ノルウェーを破った後の見出しは次の通りだった。浮上してきた問いかけどうやったら日本を止められるのかコックス記者の分析は知的好奇心をくすぐってくるもので、この大会で日本はどの国よりも素晴らしいシステムを誇るとした上で、ノルウェーは理にかなった対策を見せたと書く。 日本のフロント後、田中美奈、藤野あおば、宮澤ひなたに加え、遠藤淳、清水梨沙の両ウイングバックに対し、ノルウェーのリーセ監督は5バックの布陣を採用した。そこで、本来はミッドフィルダーであるイングリッド・エンゲンをディフェンスに下げ、田中のマークにつけた。ところが、田中がエンゲンを混乱に陥れ、それがオウンゴールにつながったとコックス記者は書く。 有料会員、最新、ランキング、高校野球、大谷翔平、なでしこジャパン、鎌田大地、羽生結弦、ラグビー日本代表、サッカー、サッカー日本代表、なでしこジャパン、スポーツインテリジェンス言論バックナンバー、日本人が知らない、なでしこジャパン、海外での絶賛ぶり、米メディア、日本はランキング1位、英国人記者、なぜノルウェーは失敗した ン、テキスト倍イクシ島フォトグラフイ、アフロツイートシェアコピーコックス記者の分析は知的好奇心をくすぐってくるものでこの大会で日本はどの国よりも素晴らしいシステムを誇るとした上でノルウェーは理にかなった対策を見せたと書く日本のフロント後田中美奈富士の青葉宮沢なたに加え遠藤順清水梨紗の両ウイングバック に対し、ノルウェーのリーセ監督は5バックの布陣を採用した。そこで、本来はミッドフィルダーであるイングリッドエンゲンをディフェンスに下げ、田中のマークにつけた。ところが、田中がエンゲンを混乱に陥れ、それがオーンゴールにつながったとコックス記者は書く。ノルウェー戦、1点目のシーン、宮沢ひなたのクロスがオーンゴールを誘ったマルシーマークゲッティイメージズ。 アドバタイズメント、塩原がぴたりと田中をマークするはずが、田中がボールを持つ宮沢の肩に走り出し、塩原は最初、一緒についていったのだが、チームメートに田中のマークを受け渡し、エリアを守るのを優先して戻ろうとした。この瞬順が明暗を分ける。宮沢が蹴ったクロスに対し、塩原は思わず足を出してしまい、それは自軍のゴールネットを揺らした。コックス記者は書く。 演劇はパニックに襲われたと思われる。宮沢のボールに対してうまく対応できずにオーンゴールとなってしまう。これは日本が崩して取った得点ではない。しかし、この失点はノルウェーのプランがうまく機能しないというサインであり、試合を通して演劇は苦戦を強いられた。ランキング、高校野球、大谷翔平、なでしこジャパン、鎌田大地、羽生結弦。 ラグビー日本代表サッカーサッカー日本代表なでしこジャパンスポーツインテリジェンス言論バックナンバー日本人が知らないなでしこジャパン海外での絶賛ぶり米メディア日本はランキング1位英国人記者なぜノルウェーは失敗した生島純、テキスト倍順位生島フォトグラフバイ、アフロツイートシェアコピー コックス記者の分析は知的好奇心をくすぐってくるもので、この大会で日本はどの国よりも素晴らしいシステムを誇るとした上で、ノルウェーは理にかなった対策を見せたと書く。日本のフロント後田中美奈、藤野青葉、宮沢日向に加え、遠藤淳、清水梨沙の両ウイングバックに対し、ノルウェーのリーセ監督は5バックの布陣を採用した。そこで、 本来はミッドフィルダーであるイングリッドエンゲンをディフェンスに下げ、田中のマークにつけた。ところが、田中がエンゲンを混乱に陥れ、それがオーンゴールにつながったとコックス記者は書く。ノルウェー戦、1点目のシーン、宮沢ひなたのクロスがオーンゴールを誘ったマルシーマークゲッティイメージズ。アドバタイズメント、エンゲンがぴたりと田中をマークするはずが、 田中がボールを持つ宮澤の肩に走り出し、園芸は最初、一緒についていったのだが、チームメートに田中のマークを受け渡し、エリアを守るのを優先して戻ろうとした。この瞬巡間が明暗を分ける、宮澤が蹴ったクロスに対し、園芸は思わず足を出してしまい、それは自分のゴールネットを揺らした。コックス記者は書く、遠間はパニックに襲われたと思われる。 宮沢のボールに対してうまく対応できずにオーンボールとなってしまう。これは日本が崩して取った得点ではない。しかし、この失点はノルウェーのプランがうまく機能しないというサインであり、試合を通して延劇は苦戦を強いられた。アドバタイズメント、アタッカーたちがずっと前線にとどまることなく、上下動を繰り返したことでスペースを生み、延劇を無力化していた。 英国人記者が望む決勝は日本対フランス。実は後半に入って清水が相手パスを奪い、2点目を決めたシーンも同じような構図が見られた。この時は遠藤が左サイドでボールを保持し、宮沢が遠源から離れてボールを受け、ペナルティエリア内に侵入した長谷川結にパスを出している。そこからノルウェーは自滅するのだが、映像を見ると遠弦は浮いた状態になり、 機能していないな宮澤をマークしていればパスコースを消すこともできたかもしれないが、演劇は日本のアタッカー陣に対して適切な回答を示すことができなかったと、コックス記者は分析している。今回、日本のメディアでの分析が少ない中、コックス記者の記事に私は魅了されている。それにしても、試合後数時間で写真も使いながら、ここまで深い分析ができることに驚愕を禁じえない。 記事がこんなに面白くてていいのか、と思ってしまうほどである。余談だがベスト16のフランス対モロッコ戦の分析も素晴らしかった代表では同じポジションに優秀な2人の選手がいる場合それをどう使いこなすかが監督の課題となるとした上でフランスは左サイドバックのセルマ馬車・バシャリオンとサキナ・カルシャウィパリ・サンジェルマン の2人がまれとしか引用がない見事なケミストリーを生んでいると書いている。勝手な想像だが、コックス記者は日本とフランスの決勝を望んでいるような気がする。2年前に敗れたスウェーデン。さて、その前に準々決勝のスウェーデン戦である。スウェーデンの実績は日本を上回る。2016年のリオデジャネイロオリンピックで銀 2019年のワールドカップでは準決勝敗退。2021年の東京オリンピックでは銀メダルを獲得したが、このとき、日本は準々決勝でスウェーデンに1対3で敗れている。そして、2022年のユーロでは準決勝敗退。準決勝以上が彼女たちのスタンダードなのだ。有料会員、最新、ランキング、高校野球。 大谷翔平、なでしこジャパン、鎌田大地、羽生結弦、ラグビー日本代表、サッカー、サッカー日本代表、なでしこジャパン、スポーツインテリジェンス、言論バックナンバー、日本人が知らない、なでしこジャパン、海外での絶賛ぶり、米メディア、日本はランキング1位、英国人記者、なぜノルウェーは失敗した生島純、テキストバイ、純位、生島。 フォトグラフバイ、アフロ、ツイート、シェア、コピー、余談だが、ベスト16のフランス対モロッコ戦の分析も素晴らしかった。代表では同じポジションに優秀な2人の選手がいる場合、それをどう使いこなすかが監督の課題となるとした上で、フランスは左サイドバックのセルマ・バシャ、リオン、と、サキナ・カルシャウィ、パリ・サンジェルマン、 の二人がまれとしか引用がない見事なケミストリーを生んでいると書いている。勝手な想像だが、コックス記者は日本とフランスの決勝を望んでいるような気がする。2年前に敗れたスウェーデン。さて、その前に準々決勝のスウェーデン戦である。アドバタイズメント、スウェーデンの実績は日本を上回る。2016年のリオデジャネイロオリンピックで銀。 2019年のワールドカップでは準決勝敗退。2021年の東京オリンピックでは銀メダルを獲得したが、この時、日本は準々決勝でスウェーデンに1対3で敗れている。そして、2022年のユーロでは準決勝敗退。準決勝以上が彼女たちのスタンダードなのだ。アドバタイズメント、今回はどうか。 CBS スポーツのヘレラ記者のスウェーデンについての単評を読んでみよう。グループステージ無敗、複数のゴールスコアラーがいるのが強み。彼女たちはピッチ上で、どんな状況にもアジャストメントできる対応力を見せてきた。ベスト16で対戦するアメリカにとっては静かなる脅威だ。そしてスウェーデンはベスト16では PK 戦の末、 アメリカを下し、日本と対戦することになった。コックス記者は、イングランドの女子スーパーリーグ、スペインのリーガ F のレベルが著しく上がっている状況で、スウェーデンが大きな大会で勝つチャンスはこれが最後かもしれないと分析している。2016年のオリンピック以来、あと一歩及ばないことが続いてきたスウェーデンと、上り流の日本。8月11日、 金曜日、山の日の夕方4時30分、キックオフになるが、さて、日本は誰を先発に並べるのか、どんな戦術でスウェーデンに臨むのか、楽しみでならない。記事内で紹介できなかった写真が多数ございます。こちらよりぜひご覧ください。